しかもこの人パンツ脱ぐんです。パンツ脱ぐ。そう、パンツ脱ぐ。さっきね、おしりさんとの違いで言うと、うん、って話をすると、パンツ脱ぐ派と脱がない派、脱がない派って言って、わかりやすく言うと、自分のチブをさらけ出してでも、表現したい、みんなに伝えたいという欲求があって、それをマックスまでやれる人っていう。が、安野さん。安野さん。で、系譜で言うと、本当に、何人か漫画家ではいるわけ、そういう人。相原浩司さんとか、永井王さんなんかもそうだけど、自分の、その、一番チブみたいなもので、打っていくっていう。で、おしりさんは違うの、隠す。脱ごうとしてでも抜きません抜きませんそれ履いてますよ。宮崎駿はこれだん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 ねもののけ姫つく終わってからもう俺脱いでもいいやってそう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 宮崎駿はゆっくり脱いだんだ。いやじゃあそろそろ脱ごう。いやもう今までは子供のためにって作ったんだけどもういいやと思ってもののけ姫以降脱ぐよ。そうそうだから一回舞台やってるから豚やってる。だから豚でも、かっこいい自分。一回俺豚の時期やってたんで。そうそうそう。かっこいい自分をマックスで書いたんで、もういいやってなってから、あれでちょっと脱ぐようになるんだけど、それまではもうずっとかっこつけてるから、後方にいるんだよ、宮崎。まあ、豚もだいぶかっこつけてましたけど。豚もね、で俺かっこいいとは、こういうことさ。かっこいいだから、俺、痩せ我慢の美学じゃない。痩せる、だから、あれがマックスだと思うの。早尾マックス。早尾マックスが豚。早尾が一番かっこよかった時代。が豚なの。豚。いや、その後だって、千と千尋になるとまた豚に戻ってんだから、ブヒブヒになっちゃう、うん、あ、ほんまや。そう。大人は豚なんだよ。だから俺もそうだって思ったよ、どっかで。あれは。風立ちぬも、その原作の漫画は豚なんですよ。モデルグラフィックスで連載されてた風立ちぬの原作版の漫画があって。誰が豚なの？なんだっけ、堀達夫じゃない、あのゼロ戦作った人。ああ、二郎さん。二郎さんが豚なんです。堀越二郎。堀越二郎。うん、でも、これ豚じゃ、パンツ脱いだことになりませんよって、こう鈴木敏夫に言われて、そっか、豚はさすがにと。もう2回目じゃん。もう何回豚やんだと。そうそう。まあ、豚で守ってた、ね、アイデンティティ。そう、そうなんです。そう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 。ごめんなさい、何の話ですか？豚ビーフィールド。よく、漫画家ビーフィールドだったと。漫画家の人が、ビーフィールド全開してたの。そう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 。そう豚がバーンって。そうそうそう。バーンって。これ、ナロ先生のそういうのあるんですけど、そう。漫画家の人が自分を主人公に漫画を描くときって、自分の自画像じゃなくてキャラにするじゃないですか。そうなんです。その辺はどうなの？僕は、まず、まあ、僕のキャラは、俺がさんが作ったっていう、ちょっと言い訳があるんで。俺がこいつ、狂ったウサギみたいな。はいはい、あれね。で、マドラビー。かわいらしいやつ。ただ、昔、僕、割とリアルめな顔描いてたんです、自分の顔って。したら、生放送やってる時に、作品読んだら面白かったけど、この顔が嫌だったからずっと読んでなかったって言われて。めちゃくちゃ嫌だな。これ、すごい損してた。損してたと思って、可愛い方にしようって。それで、変えたんだ。そうそう。キャラにしないと自分を守れない。そう。鳥山明のガスマスクとかいいの。そういっぱいあります。まさに一番多いです。それじゃあ、ドクターのこの、これも。あ、そういうことかそういうことかもな。ドクターフィールドですね。なるほどね。ペルソナだっていう話で、まあもちろん社会的ないろんなものから守ってくれますから。顔を出さないと。なるほどなるほど。そうそうそう。それによってはまあ言いたいこと言えるようになるみたいな。はあ。そうそうそう。ああなるほど。でしょ、面白いでしょ。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録をお願いします。